不動産マイスターミヤピン先生に聞け。このコーナーはより良い物件選びのポイントを教えていただくコーナーです。本日もですね、ミヤピン先生こと株式会社オーナーズクラブ宮脇浩二さんにお越しいただいております。こんにちは。どうもこんにちは。はい、ということで、本日もですね、ミヤピン先生にいろいろと伺っていきたいと思っているんですけれども、はい、前回のテーマは賃貸からの脱出でしたね。はい、はい、で今回のテーマはその、続編ということで、不動産購入のメリットについて詳しく伺いたいと思います。はい、はい、さて今ですね、はい、20代の不動産の購入を推奨するような CM も巷で流れているようですけれども、やはり若いうちに不動産を購入するっていうのは大事なことなんでしょうか。そうですね、はい、少しでも早く購入した方が、はい、住宅ローンの終わりが後ろの方が早く終わるので、はい、やはり有利ですね。なるほど。30代40代で買うよりも、はいはい、20代の後半までには、20代の後半ぐらいまでには、はい、ああそうですか、はい、ということでそのあたりも具体的に伺っていきたいのですが、はい、不動産を購入する時のメリットについて一つずつ伺っていきたいと思います。はい、はい、ではこちらにですねフリップがあるんですけれども、まず不動産を購入するときにどんないいことがあるのかということの一つ目ですね。はい、一つ目は生命保険の代わりになるということなんですが、このあたりは先生いかがでしょうか。これはですね、はい、住宅ローンを組んだときに、はい、団体生命信用保険っていうのが一緒セットになってまして、はい、まあ、万が一、はい、住宅ローンを組んだ後に、はい、まあ、例えばその組んだ方が不良の事故で何か、まあ、不幸に遭われたりとか、はい、何かあった時に、はい、その生命保険が全て住宅ローンを、はい、チャラにしてくれるので、なるほど、全部ゼロにしてくれるので、で残った不動産は、はい、まあ、その相続の方の、はい、所有になると。なるほど。ですね、だから3000万の住宅ローンを組めば、はい、まあ、3000万の保険に入っているようなものですよね。あ、なるほど。なかなかこのあたりのことは初めてお買い求めになる方って知らないと思うんですよね。そうですね、はい、じゃあ3000万の保険に入っているのと同じだということを認識でいればいいわけですね。そうです。そうです。だからそういった意味では、はい、ある意味バリバリ働いてて、はい、健康な時じゃないと、はい、まあ住宅ローン組めない、ね、なるほど。ということは元気なうちに、はい、若いうちに住宅ローン組もう。あ、そういう意味でも若いうちをおすすめだということなんですね。はい、なるほど、よくわかりました。それでは2つ目なんですけれども、将来の年金対策になるということなんですが、まあ、これを一言で言うとインカムゲインということなんですが、インカムゲインという言葉も、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、先生教えてください。はい、ですね、不動産をまあ若いうちに買って、はい、まあ、当然、まあ、急に、はい、転勤になったり、はい、移動になったり、まあ、特に女性の方なんて、はい、結婚になったり、そうですね、まあ、すると思うんですけども、はい、まあ、賃貸から脱出して自分で買って住んでても、はい、いずれじゃあそれを売却しなくても、はい、同じ売れなくても、はい、それを今度賃貸に貸すこともできるんですね。はい、なるほど。そうすれば、はい、でその賃貸で貸して、はい、その家賃収入で住宅ローンの返済を賄っていくと。はい、でそれで、まあ、いずれ住宅ローンが終わってしまえば、ええ、その後もずっと、はい、家賃収入が年金の代わりになると。はい、なるということですね。でインカムゲインっていうのは、はい、まあ、俗に言うと、まあ、銀行預金で言えば利息とか、なるほど、配当っていう意味なんですけども、はい、家賃収入も一種の配当ですから、はい、なるほど。まあ、そういった意味ではね、はい、マンションを持っておくと、はい、を持っておくと、はい、将来的には安心ですよね。なるほど。若い頃は、まあ、家賃として収入があって、で最終的にはそのお家が自分のものになって、そして年金と同じ意味になるということですね。そうですね。まあ、あくまでも自分で最初は住んでて、はい、住めなくなった時に、はい、まあ、売却するもよし、はい、売れなければ、まあ、賃貸で貸して、はい、家賃収入をもらうと、なるほど、いう形でもいいし、はい、両方取るってことです、はいはい、まずはだからご自身で住んでからということですよね。そうです、はい、ありがとうございます。それでは3つ目なんですけれども、購入時よりも高く売れるキャピタルゲインということなんですが、これは先生教えていただけますか。はい、これはですね、まあ、あくまでも売却益なんですけども、はい、不動産を買って
まあ、安く売ってしまったとか、はい、あの高値買いしてしまったっていう方も中にいらっしゃるんですけども、まあ、不動産の相場っていうのは、はい、5年周期で動いてるんですね。それで、今からちょうど10年前、はい、やっぱりあの底値だったんですよ。あ、そうですか、はい、10年前が底値だったんですね、はい、で、はい、それから5年前のサブプライムローン、はい、まあ、アメリカの住宅バブルっていうんですけども、はい、そのサブプライムローンを、まあ、単に発して、はい、リーマンショックっていうのも続いてくるんですけども、その10年前から5年前までは、はい、不動産上がり続けたんですよ。なるほど。だから10年前に買って5年前に売った方は、はい、安く買って高く売った方もいるんですよ。なるほど。でそれからサ、サブプライムローンからリーマンショックを経て、はい、で去年の震災があって、はい、ちょっとこの5年間は低迷をし、はい、つけてるんですけど、今はそういった意味では10年前の、はい、まあ、底値に近い、はい、まあ、まあ、もしかするとそれよりもさらに、はい、底値だと思うので。なるほど。だから5年周期で考えた時に、今が買い時期、まあ、買い時期買い時だということですね。僕30年不動されている中では、はい、そう思いますね。なるほど。つまり時勢をよくこう読み取って、そして住宅購入を考えられた方がいいということですね。安く買って安く買って高く売れる時もあると。なるほど。ということで、その時期がまあ今であるというふうに、はい、まあ、ミヤピン先生から教えていただいたわけですね。はい、はい。さあ、そしてですね、もう一つは、4番目のインフレ対策ということですが、はい、これはいかがでしょうか。まあ、今あまり意味デフレに近い時期なので、はい、まあ、物が、はい、物価が今すごく下がり、安いですけども、まあ、これが逆に、はい、インフレになって、物価が上昇すれば、はい、まあ、不動産とか物を持ってれば、はい、まあ、資産価値をさらに、はい、含み資産が膨れ上がると。なるほど。いうような原因になりますね。ということで、まあ、このインフレのことも考えたときにやはり買い時だということですね。そうですね、はい。まあ、今すごく円高ですけど、はい、まあ、いつそれがね、はい、逆転になっていくか分かりない状況ですから、はい、その先を見越して。なるほど。やっぱり買っておくのもいいかもしれないですね。そうですね。やはり、ね、なかなか素人ですとそのあたりのところまで読み取れないところもありますので、専門家に聞くというのはとても大事なことですね。はい。そして5番目の税金対策ですが、これも教えていただけますか。はい、これはですね、はい、その購入する物件にもよるんですけども、はい、住宅ローン控除が受けられるんですね、はい、なるほど。まあ、年収がそれなりにある方は、ええ、所得税も結構やっぱ支払われてますので、はい、借り入れ残高の 1% を税金から引くことができるんですよ、ええ、なるほど。まあ、ちなみに3000万借りていれば、はい、まあ、30万っていう形で、ええ、なるほど。所得税を、ええ、ある程度緩和できるということです、はい、そういうことですね、はい、なるほど。今おっしゃっていただいたものね、一つ一つ見てきましたけれども、まあ、一つ目が、生命保険の代わりになるということですね。そして二つ目が将来の年金対策になるということ、そして三つ目が購入時よりも高く売れる、まあ、可能性があるということですね。そして4番目インフレ対策になるということ、そして5番目は、税金対策になりますよということなんですね、はい、そうですね、はい。先生、本日は不動産購入のメリットについて詳しく教わったんですけれども、はい、何かリスナーの方にメッセージなどありますでしょうか。そうですね、はい、まあ、最初にも言ったように、はい、まあ、不動産は、はい、少しでも早いうちに買った方がいい、また本当にバリバリ働いてるうちにね、はい、健康なうちに、ええ、買った方がやっぱりいいっていうのは、はい、まあ、強調していたいですね、はいはい、先生ありがとうございました。本日も、たくさん、ね、お話を伺いましたけれども、また第3回、皆さんお楽しみになさっていただきたいと思います。本日は、ミヤピン先生こと株式会社オーナーズクラブ宮脇浩二さんにお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。